武家屋敷通り角野立は、秋田県仙北市の地名、及び国の重要伝統的建造物群保存地区の名称。現在も、半世時代の地割りが踏襲され、武家屋敷等の建造物が数多く残されており、道の区の小京都とも呼ばれる。角野立は、戦国時代には、戸沢市の本拠地であった。関ヶ原の合戦後の1602年、戸沢市が、 日立多賀郡へ転覆、佐竹氏が秋田へ入部し、久保田藩領となる。翌1603年、佐竹義信の辞弟にあたる足名義一がところ、あずとして角野立に入った。角野立の空中写真。画像中央上部の小山が角野立城の築かれていた小城山。北から南へ流れるのが日の木内川。 川の東岸の緑豊かな外区が武家屋敷帯。画像下方、東側より流れる川は多摩川。共産性のため、水色が青く見える。1975年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。足なしの入部当時、角野立の城下町は、 角野立城の築かれていた小松山の北側の麓にあったが、境愛な上に水害や火災にしばしば見舞われたことから、1620年、現在の位置である古城山の南六へ町を移転させた。現在地は西の日の木内側が自然の堀となっており、北が丘陵地となり、東には小山丘が点在して、南に開け、南西側は、 日の木内川と玉川の合流点があって、天然の要害をなしている。新しい城下町では、道路の福音を広げるとともに見通しを避ける工夫を凝らし、下水を整備し、火事対策を施して、武家地、町人地、自社を配置した。火事対策としては、南北に細長い町を東西に貫く形で、中央に土塁を築いた火よけ地を作り、 その北側を武士の居住区である内町、南側を町人の居住地である外町とした。同年、一国一条例により、角野立城は破却された。なお、足名義勝は、当初は小松山の中原に館を構えたが、義勝夫人が城中で妖怪を見たため、館を麓に移したという伝承がある。足名氏の支配は三代続いたが、 1653年の足名千鶴丸の死により足名氏が断絶。代わって1656年に佐竹氏の分家である佐竹北家の佐竹義家が角の盾に入り、以降明治まで11代続いた。佐竹義家の実父は家の久家、高倉家の高倉英家であり、義家は高倉家からの養子である。また、2代佐竹義も家、 三条西家一門である聖功家の聖功未号の娘を正室に迎えたことから角野建には多くの系文化が移入された。高倉家は江門堂の家元であり、聖功家の本家にあたる三条西家は華道と高道の家元であった。聖功家自体も華道を代々伝承する家柄である。角野建には小倉山などの家にちなんだ地名が見られるが、 国の出である吉地家が家を懐かしんでつけたものだと言われている。母親戦争では、久保田藩は新政府側に立ったことから、奥越列藩同盟に参加した、周辺諸藩の進行を受けることとなった。1868年8月28日には、列藩同盟側が角野立ての目前まで迫る。角野立て側は、西国諸藩の応援を得て、 町の南を流れる玉川を盾に防戦し、二日間に渡る攻撃をしのいだ。その後も戦局は好転せず、周辺の久保田藩側の拠点も次々と奪われ、角野盾は次第に懲りず、武器弾薬や生活物資の不足も甚だしく、角野盾の放棄も取り沙汰されるほどであったが、9月17日から18日、東北諸藩が続々と新政府に降伏していくのを見た。 列藩同盟側が、久保田藩領からの撤退を開始した。母親戦争では、藩内各地が戦場となったが、角野立は戦火を免れた。角野立は、藩政時代を通じて、戦北軍の政治経済の中心地であったが、1871年の廃藩置県以降はその地位を喪失してゆく。大区小区政下の区役所や軍区町村編成法下の、 軍役所は大局に置かれ、軍の中心地は大局へ移った。角の建に天気が訪れるのは1976年のことである。明治の近代化の影響を受けず、残されてきた武家屋敷地区一帯6.9ヘクタールが重要伝統的建造物群保存地区として選定され、それをきっかけに多くの観光客が訪れるようになった。 1997年の秋田新幹線開業後は観光客はさらに増加し年間200万人を超えた。角野立かば細工伝承館角野立は桜の名所として知られる。仏家地のしだれ桜が角野立のしだれ桜として国の天然記念物に日木内川佐賀堤防の桜並木は日木内川堤として国の名所に指定されており、また、 檜内川筒美、武家屋敷として日本桜名所百選にも選ばれている。しだれ桜は、角野立北家二代目、佐竹義明の妻が嫁入り、道具の一つとして持ってきたのが、始まりとされ、樹齢300年以上の老樹など、約400本が古い町並みの中に立ち並んでいる。また、檜内川筒美の染メ義野は1934年に、 当時の皇太子の誕生を祝って植えられたもので、約 2km にわたる桜のトンネルが形作られている。角の立では桜の見頃がゴールデンウィークと重なっていたこともあって、全国から多くの観光客を集めてきた。しかし、近年は桜の開花時期が早まっており、観光客の減少が懸念されている。武家屋敷、青柳家武家屋敷、 石黒家武家屋敷岩橋や安藤醸造元 JR、田沢湖線、秋田内陸縦貫鉄道秋田内陸線、角野立駅下車。ありがとうございます。